ちょっとごめんなさいね、今日もうなんか髪の毛が本当にボサボサだったので、ちょっと帽子おはようございます。ちょっとね、今日はねずっと帽子をつけてお出かけをしていたので、帽子をかぶっておりますけれども、すいませんね。おはようじゃないよ、全然全然、さっき帰ってきましたお家に。あ、もしかしてめっちゃ見えない、めっちゃ顔見えない、挑戦的ですね。おもがめ来ないです。サイン、いえいえ、サインありがとうございました。こんなにはっきりエコーが言えるようになったんですね。挑戦T、今さっき着てたのがなんか結構あれだったんですよね、なんだっけ、キャラクターからちょっとやめたんだよね。かゆい鼻が、かゆいもいや、なんちゅうかいも、君と目を、なぜこのスピードを増すの。どうですか、電波戻りましたか。嬉しい時は呼ばせて君を、悲しい時は呼んで私を、弱い心もすぐに触れ、全てを知ってほしいから、ダンダンダン、会いたくて会いたくて、歌唱力見てたの、懐かしいね、懐かしいっていうか懐かしいね。不完全燃焼歌唱力。世界は愛に包まれた、愛のりして伝えよう、くしゃくしゃに笑った顔も、少し寂しそうな顔も、いつもそばで君の横で見ていたくて、わがままな愛を下手くそな言葉に乗せ運ぶよ。会いたくて会いたくて、溢れ出す思いが限界を超えて、世界は愛に包まれた、愛のりして伝えよう。元気もりもり。いや、サインなかったです。会いたくて会えなくて、すれ違う思いが重なっても、君への奇跡をたどって、今走り出さなくちゃ、ブレーキかける前に。けんさん、ありがとうございます。いや、すごい好きな歌だったんだけどね。あれ、いつの間にか隠さなくなった。ありがとうございました。
いやなんか今日久しぶりだったからさ、なんか久しぶりの配信だからなんか何しようかなって思って、ねえ久しぶりな感じするよね。久しぶりならこんなのごめんなさい、なんか野球観戦してる人みたいなどこのチームかな、スケイーです。8月初めてかも。いや巨人の客席かも。じゃあ私はあれにするね。じゃあ歌唱力で、いまだに歌唱力引きずってるのやばいかな歌唱力であんま上手に歌えなかったからここでやり直ししよっかな。アイテム新しく、確かになんか水色っぽくなってる、水っぽくなってる、水っぽくっていうかなんていうの、引きずってるっていうかなんていうの、言い方悪かった、ごめん言い方悪かった、そうなんかまだ歌唱力の話するんかいとか思われてたら嫌だなって思って思われてたら嫌だなって思って、そうウルトでもいいなと思って、あそう新しくしたんですよね。聞いた見せないって、まだ新しい色になったんですよ。これわかる？緑みたいな、カーキみたいな色にしたんですよね。あ見たか。どうか黄緑じゃない、なんかね。あんまり良くない言い方したら苔色みたいな。あよもぎ色？天才の言い方だね。そう携帯とイヤホンでサイリウム、そう苔色はちょっと違った、やらかした。でも可愛いと思って買ったからいいんだよ。顔黒い、なんかダルルーン。どうもありがとうございます、いろんな方。ドゥンドゥンドゥン、いいなぁ、いいなぁじゃない、何がいいなぁなのかわかんないけど、買いましたか、こんばんは。ねそれのダンスしそう。えなんかさ最近の制服の目の花のダンス見てちょっと面白くなっちゃうんだよね。なんかちょっと面白い。銭湯行ってないよ今日。今日はねあのマッサージみたいなところに行ってきたんですよね。行きますか。あの行ってきたんですけど、そう行ってきました。なんか面白くなっちゃって、自分がなんか踊り方が面白い、なんか頑張ってる自分では、なんか頑張ってなんかめっちゃいい感じで踊れてるってつもりなのにめっちゃ面白い。なんかでも前回ミス1回だけだったね。えそういうのいてこうやってやるところさ、こうやってやっちゃった何かすごい、いやもっと上手になりたい、なんか上手っ
ていうか、なんか楽しそうだよ、楽しそうはねとってもわかる。めっちゃ楽しそうだけどなんかおもろいってなっちゃう。なんかね面白い。でもね頑張る、頑張ります。あ、ちなみに個人的今まで一番枯葉上手なの前回だからみんな知らないでしょ。個人的に一番上手だなって思ったのが前回ですから。温泉さんぶり、そうなんだ、いいな。お疲れさん、みんな聞いてくださいね。てかなんかさ、違うの、明日もそれを超えようと思ってますけど、元気でしたよ。いつもありがとうございます。でもなんかね、聞いてください。なんか自分で考えたんですね。そしたらなんか、なんか、牛乳可愛かったし、あれ中学校の時ぐらいから着てるやつやばいよね、おじいちゃんに買ってもらったやつ。なんかさ、違うの考えたんだけど、なんかね、私と松井玲奈さんってやっぱり全然違うじゃん。さ、どこかに松井玲奈さんの要素をちょっとだけ入れたいんだけどさ、どこがいいと思うっていう思ってさ、なんかね、自分が思った時になんか、なんか自分がやっぱりアイドルが好きだったじゃん。でやっぱり関連性がある人がその卒業された方のポジションに入ったりするとちょっとなんか嬉しかったんですよね。嬉しかったりするじゃん、やっぱりそのなんか関連性があったり似てたりする人がそのポジションに当てられてると嬉しいじゃん。あ、この子なんだってなるじゃん。だけど全然関連性がないって言ったら悲しいけど、てか、まあ、そんなさないわけじゃん。で全然歌い方も違うとか、だから 似てすらないから、なんかそう、なんかちょっとだけなんかレナさんがいつもやってたこととか知らない、誰かいつもね、もうね声のことは多分できない。なんかもなんかね、いろんな、なんか花の歌い方で、歌い方をね別に変えようと思ってない。歌い方じゃなくてなんか振り系、動き系でなんかやってたこととか知らないその歌い方はもう変えれないから普通に。動きとかでさ、いつも枯葉の時こういう動きしてたよねとか知らないよね。まあ ないならいいんだけどさ、じゃあなんかさちょっとね、なんか制服の目ってやっぱり制服の目、いいかな、もういっか、うん、いいや、もう、いやなんか花の、なんか制服の目のファンの人に、なんか花の枯葉でなんか違うって思ってほしくないんだよね。でもしょうがないんだけどさ、なんか違うって思われてもしょうがないけど、なんか違うってあんまり思われたくない。
やっぱりその、枯葉はね、いっぱい見てるんだよね、結構。まあ、そっか。なさすぎて泣いてる？そっか、8月って。大丈夫か。いっか、いやいや。誰がやっても。まあねー、まあねー、サンキューみんな、 Thank you。 あー、そう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 、理想はそれ。お、なんか何これ、最高って書いてある。ありがとうございます。なに？あ、前田敦子さんとか見たな。あ、そ、高柳さんも見た。Thank you。皆さん、Thank you。二度目ありがとうございます。かゆい鼻の下が なんかさ、やっぱ痩せたよね。やっぱ痩せたよね。Thank you みんな。夏バテじゃないよ、頑張ってるんだよ。昼ご飯しか食べてないの。毎日一食しか食べてないんです、頑張ってるから。サンキューみんな。はいはい、これはあのちょっとバレないかなって思ってたんですけど、あの焼けました。あの日焼け止めを塗ってなくて。大丈夫。大丈夫ですよ。お昼にタンパク質とかちゃんと取ってるの大丈夫です。意外とね、寝てないですよ。意外とね、意外と寝てないです。思ってるほど寝てないと思う。わかんないけど。お見送り失敗ってない？日焼け対策？そう、でもね、日焼け止めね、めっちゃ嫌いなんだよね。なんか手にカサカサなるの分かる。でもまあ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 、でもね、正直なところ、なんか、いや、この職業をしてるから日焼け止めはたまにでも塗るけど、あのしてなかったらマジ今年は焼きに行ってたと思います。思い込まない時は何かしてる。遊びはあってもないけど、日焼け止めめっちゃ嫌いなんだよね。なんかベタベタするから好きじゃないんだよ。なんか日傘もしてない、最悪。え、なんであの焼きたいかっていうと、焼けてた方が可愛いなって思うから。夏はね、焼けてた方が可愛いなって思っちゃうんだよね。ちょっと小麦肌みたいな方が可愛いなって思うの。だけど、ねえ、だけどね、やっぱり白い方が、だから白くね、シミができる。
いや白いのもね可愛いよ。あ、飲む日焼け止めね、確かに。そう、那覇の友達みんなさ焼きに行ってんだよね今。大学の友達マジ焼きに行ってんの、羨ましい。ちょっとだけね。ねえ白いよねマジで。こっちゃんとかも白い。そう健康的ではあるんだけど、周りの影響っていうか、そうシミになるから嫌なんだよね。なんかね、いやカーピはあの同じ大学じゃないので、なんか大学の友達はみんな今沖縄に行ってたりハワイに行ってたりしていいよね本当に。え、そう冬になったらね自然に白くなるんだよね。そういうもんだよね多分。そうこっちゃんは白、ここみはどうなんだろう、わかんない、普通ぐらいじゃない。なんかこっちゃんとかかきれなとかって真っ白ってイメージがあるけど、そう海に行きたいんですよね。そう、え、そう白くなるよね。ああそうそうそう、花の、そうお花組のコハピは花の友達ですよ。こう焼けてるのか。そうバカンスしてる、いいよね。しかも2人とも2週間ぐらい行ってるんだって、いいよね。海行きたいな。暗かったんだ。え、フレンドになりました泳がないです。そうやってる私の友達、冬になると戻るよね、わかる。そう2週間行ってんのいいよね。え、海どこなんだろう。でもよくみんなが行ってるのは、行ったことないけどリンクービーチとかよく行ってるんじゃない。全然出ない、ほとんど出ない。明日公園、はーい、海連れてってくれるの。海ね行きたいな。なんかマジ水着行きたいんだよね。買ってすらないけど水着が着たくて。めっちゃ水着見てはいるんだけど、ほんわかに見える、ほんわか琵琶湖、そう日本海、水着買いたいんだけどね。でもそうですね、知らない、写真を送れるかもよくわからないから。私まだないですよ全然。ナイトプールとかは嫌だ。そういうのはどうだろう、分かんないけど。ナイトどうですか、ナイトプールって。いやちょっと怖いイメージあるから、あんまり、あんまりです。スクミズも持ってないよ。やだ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 、ナイトプール嫌ですよ。なになに、水晶浜、スーパー銭湯のプール。ナイトプールはね、でもなんか友達行くって言ってた、結局怖いよね。なんかしかもさ、え、ナイトプールって何時までやってるの、あれ、ああいうのって。終電なくなんない終電の心配とかあれだけどさ、いたずり川ボディーガードですか。え、てかナイトプールとかさ絶対さ、え、やば、え、ちょっと怖い話していい。ナイトプールとか絶対あの水の中で足引っ張られる、幽霊に。ってなりますよ。誰が足引っ張ったか分かんないですからね。
ズブルやだやだ銭湯の方がいいですね。全然え、牛ナイトプールないんじゃない、わかんないけど絶対危ないよね。そうそうそう、だからノー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 、行かない、行きたくない。なら昼間の海に行きたいですね。ほらいつもキャナルリゾートって何、なお今歌なの、何これ、郡上踊り、郡上の八幡出て行く時に遊んでせーですよね。ありがとうございます。お庭にプールないですよ。でででででるる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 やつですよね。ありますよ。あ、ハルコーマハルコーマってやつですか。知ってます知ってます、ハルコーマも。リゾート行きたいです。演歌。長良川。そう。なんか。みたいな。あ、こっち？わかんない。そんな歌えないよ。大悟たまにやってるよ。盆踊りは行きません。なんかいつやってるかあんまり知らない。だからなんか誰か行くんだったらご飯だけ買ってきてほしいかも。仕事。バイバイ、頑張って。交通公園。郡上踊り。郡上踊り、なんか親戚がなんか知ってるっぽい。理解した理解した。盆踊り聞こえてこない。え、私も郡上踊りは習いましたね。花火大会。なんか花火大会は早めの時間に行って、屋台やり始めたぐらいの時間に行って屋台だけ帰ってきたい人です。マジ何の意味の花火大会って感じなんですけれども、帽子外したら前髪はこんな。なんかね、なんか、あんまり人混み、好きじゃない、ああいう系の人混み好きじゃないって感じ。あ、天気はずでしたよ。配信で見たんですか花火を。花火見たかな、今年見てない気がするな。音、お酒、こんにちはなの、なんだろう、別にご飯もそんな言うて買って帰らないけど、けどまあいいな、音聞こえるの。天一は好きでしたけど結構濃かった。美味しいね焼きそば。屋台ね、屋台は行きたいかもしれない。そう、遠くで眺めるんで十分なんですよね。結構わかりますよ。なんかね、いいな、ベランダから見えるの。あー、そうね、でも確かにいつも私お家で花火してるかも。リップですか？
マンティックイカ焼き、お任せロマンティックイカ焼き、なんかあえて食べたくなるのに。リップが手元にない。あなたの照れ隠し、ロマンティックイカ焼き、じゃじゃんじゃんじゃらら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 、恋はあいえいえてててて、れれば、あらららら、懐かしい。あ、見てください、これチャラー、カチッと。大阪？大阪まで行きません。え、これ。うん。サマーツアーで買った。サマーツアーの S さんのサマーツアーで買ってきました。リオツンさん好きですよ。連絡先交換させていただきましたよ。この間はピンクピンクにしてましたね。でもたまに赤青にしてみたり、ピンク水色にしてみたり、赤白にしてみたり、なんか結構変えてましたね。あ、バブルですか。あ、そんな連絡は取ってないですね。まだ緊張しちゃうから。バブルは一応システムは理解してますよ。バブルやりますよ皆さん。そう、紫さんも溢れませんでした。あ、そう、なんか参加しますか参加しませんかみたいなので、参加しますって言ったら参加になりました。そうも、ありがとうございます。え、知ってますよ、りょうつんさん。え、なんかバブルはなんかあれらしい、なんかナウの写真結構送れるらしい。ナウの写真っていうか、そのそのモバメと使い分けないとなって思って、なんかバブルの良さを説明された時に、なんか空の写真とか、なんかマジ完全オフみたいな検閲入らないです。そう、 LINE と同じ感じ。そうそうそう、検閲入らないと思う。そういう説明だった気がするよ。 B リアルそう、ナウイ。水着は遅れてきてないです。あ、そう、なんかインスタライブじゃないけど、そういう感じでもできるらしい。なんかインスでも、なんか画面がインスタライブと似てた感じだった。なんかこういう配信じゃなくてね、なんか結構携帯からもなんかこういう配信、なんていうの、自由な感じの配信っていうんですか。で、あとアーカイブが24時間見れるって、その配信が見れなくても、まあ、バブルでも、なんかそのバブルを
最初から登録してたら最初から送ってたやつが見れるんだけど、まずなんか何て言うの、まずそう途中からだと、もし加入前にやってた配信とかもなんか本来なら24時間アーカイブが見れるんだけど、自分が加入したタイミングからだからそれも見れないらしいよ。そうなんかでもね、なんか一応研究生だからやれるものはやった方がいいのかなと思ってやってみた。何もないじゃないですか、私たちやっぱり正規メンバーの方に比べたら2つ少ないってことでしょ SNS が。だからなんとなくやってみようかなって思った。けどメールも最近全然送れてないけどね、ごめんね。だからメールと使い分けようってなったらバブルの方が送信、いやでもそれいけないよな、難しいですけどもね。チェリチェリボーイチェリチェリカインテナーガヒオおぼめね。じゃあ分かった、おぼめはちゃんと漏れた写真だけ送る。 OK で、バブルはバブルは固めの写真とか送ってみるね。報告系わかる。漏れてないやつっていうか、固め？あの違う。固め。意味もなく撮った写真とかを送ってみるっていう話。界隈だからね、かゆい。そうだね、アイルの写真とかもなんか、だから今までモバメが結構私バブル寄りのモバメだったのかなって思ったの。バブルの説明を聞いた時に、え、バブル寄りのモバメやってた私みたいな。やっべってなったけど、そうなんていうの、私結構さご飯の写真とか送ってたじゃん、今日はこれとかさ、なんかそうバブル寄りのモバメだったからしっかりしなきゃね。え、でも配信とかやってみたい、そのバブルの食べかけのさ、だってご飯とか送ってたじゃん、それは多分本来ならバブルに送るべきってことだよね。あ、そう友達との感覚じゃない。え、そう配信もできるよ、結構あっさりなんだよね。うん、
本当に意味が分かんないですよね。待っててくれ、ほら丸寄りでしょ。そうなんやな。金髪後輩は結局授業が終わってしまってもう喋る機会がなくなりました。本当に緊張して誤爆はしないですよ。どうしよう、下から間違えてここら辺で撮っちゃった写真とかが売ってたら嫌だん。重めのもばめ、でもだからもばめはじゃあ大事な話するときにしよっかな。バブルに大事な話は送んない。朝おはようメール、おやすみメールはやります。今日はお休み遅れてないけど、予選敗退、何それ、テテテレ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 レレレレレ、憧れてた。納得。かゆい首が、やだやだ。お、11時半だ。歌ってみる？なんでも、なんでもって言うとさ、検討してください。え、最後までやりますね今日は。え、だけど歌えるかな、あの、でも何歌おうって感じ。まあいっか、じゃあとりあえずこれにしよっかな。なんとなく、なんとなくだからね。でも上手に歌えるかわからない。え、涙の少年、やばい、音がしない。え、これさ、聞こえる？え、めっちゃ音が、え、え？あ、スプラッシュ、青い海の中、僕は飛び込んだ。夏の日差しに背中を焼きすぎた。そばにいるだけで意識してしまう。君の水着が去年より小さくて、恋はあれから急に成長したのか。変な意味じゃなくてハートしたんだ、意外にマンゴー。え、本当にこもってるよねこれ、びっくりしちゃう。ロマンスは早すぎる。ちょっと待ってね。え、ちょっと一旦止めていい？ちょっと待っててくれる？違うイヤホン持ってくるわ。 See you。ソーリー、いけるかな、聞こえてるかな。え、これ繋がってんの、繋がらない。
とかある？ちょっと待ってくださいね。繋がったかも。お、来た。ことが好きだと言いたい。変わったんじゃないですか。ちょっと光る水面から顔を出した時、君が偶然こっちを眺めてた。不意に目が合って微笑んでくれた。なんか切ない。もう一度目論うか。君はどうそんなに綺麗になった。ずっと青いままでよかったのに。驚きマンゴーを青春は駆け足だ。初めてマンゴーを酸っぱいケーキ。その日までは甘い香りに誘われても手を伸ばさないよ。恋はいつでもきっとストイックがいい。夢の中でずっと預けのまま。意外にこうロマンスは早すぎる。脅してマンゴーを青春果実。いつの日にか大人になったら君のことが好きだと言いたい。え、ワンちゃんさ、でも私全然知らないんだけどね。これにしてみようじゃ。わかんない、全然歌えないかも。あのこの間聞いて一回家で聞いたぐらいだから。え、じゃあ行ってみよう。わかんないわかんないわかんない。あ、こんな歌詞だった。ドミノ倒しの波、心に打ち寄せる思い出の砂浜は真夏の時計。海の家のテラス、去年と同じ空、情熱の太陽が孤独を照りつける。儚い恋と知らずに顔を寄せるけど、どうし潮さん全然できないな。すごい。ギラギラギラ焼けた旗に、あの恋の後遺症忘れられない。今もI'm not sure.
やりたいちゃんとや覚えたらやりたいですね。これめっちゃやりたい。少女は真夏に何をする、ね、少女は真夏に何をするってさ、マキコさん折り面ですか。びっくりしちゃったこの間、なんか MV みたいなの見たらマキコさんいるってなってびっくりしちゃいました。本当ですか、よかったね。えすごいよね。ねアンデさんめっちゃ上手だった。忘れられない、全然声出ないもんだって。アナグリ、え待って、めっちゃ一回覚えたけどマジ忘れた。クリアになった、ほんと。よかったです。なんかある？え、でもさ、あのさ、5文字の名前の人ならさ、てってってれってって最初の名前呼ぶところあるじゃんか、やりやすいけどさ、あのさ、6文字ってどうなるの？え、メロンジュースはね、あの1番だけならいいよ。あの、覚えてない、あの2番を。でで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 でえ待って、できるかな、わかんない。歌えなかったらごめんなさいね。じゃあ歌えなかったらごめんなさいっていうふうにいい。あなたにあげたいメロンジュース、やばい。
走る電車連結のあたりで前の車両ずっとチラ見してた。釣り革捕まるあなたの右腕、昨日より日に焼けて太陽近づいた。だからメロンジュースちょっと大人じゃ、恋は汗をかくもの。夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞って、あなたにあげたいメロンジュース。そばで憧れている、女子がいるといつか気づいてよね。ガタガタゴトンとハートは揺れてる。いくつ駅を過ぎたら何かが起きるかな。愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目と目合えば満足。一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中。青春 100% メロンジュース。メロンジュース、つぶかくろの出会い、愛しさが募る胸の奥の果実、ジュースにしよう。だからメロンジュースちょっと大人ジュース、恋は汗をかくもの。夏はメロンジュース、それは夢のジュース、思いすべて絞って、愛はメロンジュースだけど切ないジュース、目と目合えば満足。一人メロンジュース、たまに涙ジュース、私片思い中。あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、あなたにあげたいメロンジュース、メロンジュース、メロンジュース、大好きメロンジュース。あ、生きたんじゃないですか。煽りたい気って書いてある。やばい、ごめんなさいごめんなさいごめんなさい、すいません。生きたね、よかったよかった。どうしましょうな。ごめんね、その入ってなかった気がするんだけど、確か入ってないんですよね。うわ、ギャラクシーオブドリームズかっこよかったよね、サマーツアー。アイフォロー入ってない、びっくりじゃない。パレオ不器用、夏よ急げ、不器用太陽、不器用太陽、太陽も歌えるかな。夏よ急げよ、歌えません、ピエン。アイホールない、桜の木になろう、あり。最初の不器用を器用に立てる暗闇いい何がいいかな。青春果実、いつの日にか
大人になったら君のことが好きだと言いたい。ドーナツのボーデイ。フラストレーションめっちゃ下手。ペダルとシャイすごい。あ、 STU さんか。マックス。もう覚えてないかもしれない。めっちゃ好きだね。でも SKE がいいから、今日は SKE がいいから、これにしよう。めっちゃ関係ないけど、え、確かにこういうチューラグ、え、待って、でも怖いな、歌えなかったら。なんか2番が怖いんだよね。2番とあとラップ。いいよ、じゃあ一回やってみる？こういう字ぐらく。マジでできない気がする。ずっと友達だったのに、ある日突然吐きしたよ。君に会うとなんか違う、が僕でなくなってしまうのはなぜ。 Just a flag, it's a sign, I think I will love you too. Just a flag, it's breaking up. Just a flag, no matter, oh, I want you.多分ずっと前から本当は好きだったんだろう。だけど自分で否定して気づかないふりしていた。嵐が吹く道で立ち話をしてた時、君が風を引かぬようにおかかわになってる。さりげなく優しくする自分に我ながら驚いたまで。そんなことあるわけない、一切一時で意識したことは一度もなかったのに。やば、こんな気持ちになっちゃってごめん、正直に言えるわけがないよ。だけど君にはバレバレだ、いっそのこと好きだと白状しよう。That's a bad. That's a bad. It's time to take out. Oh, oh. Why? Just やめよ。死んだ。最悪、いけると思ったんですけど。ちょ、マジできない。本当にできないで、意外と55分。一生懸命ではない、なんていうの、初めて歌うってなるとこうなります。やっぱり一旦
これはちょっと要練習すぎる。そういけそうじゃねってめっちゃ思うんだけど、え、何だったんだっけ。でもな、もう56分だからな、やめよっかな。なんとなくね。じゃあいいや、ちょっと一旦撮って。で、花が本気、緊張しすぎて歌えなかった会いたくてを披露したいと思います。ドゥルーン、チャン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 。いいですか、ちゃんと聞いてくださいね。ちゃんと大声出しだから、途中までだけど、せーの、ドゥルーン、タン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 。少しずつ分かり始めた君の癖、考えそうなこと、伝えたいことがあるのに胸の奥つかるんだ。動き出さなきゃこの距離のまま、近づけないと分かってるけど、弱い心と強いプライドがまた邪魔をする。でも今はじゃん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 、会いたくて会いたくて溢れ出す思いが限界を超えて、世界は愛に包まれた、愛のりして伝えよう。ダメだね。会いたくて会えなくて、すれ違う思いがかさばっても、君への奇跡をたどって、今走り出さなくちゃ、ブレーキかける前に。あんまり良くなかったですけど、はい、壇上聞いてくれてありがとう。気が済みました。10歳わたわた、あとまく花菜チュキチュキ、花菜もチュキチュキ、花菜もチュキチュキです、ありがとう。12ロットシフト、あとまく花菜が今日も大好きだ、ありがとう。11薬剤師の家族、ありがとう。10位コージ、ありがとう。9位オレンジレッド、ありがとう。8位ランくん、あとまくお花組、ちょっと待って、はなちゃんにガチ恋、ありがとう。7位ルカ、ありがとう。6位ミノッチ、あとまくお花見、ありがとう。5位ポンさん、あとまくお花見、ありがとう。4位ハナ、あとまくお花見、ありがとう。3位タケ、ありがとう。2位あとまくでもぎん、あとまくずっと愛してる、ありがとう。1位マキマキマッキー、ちょっと待って、マキマキマッキー、あとまくソリディありがとう。じゃあちょっと私は来年の歌唱力がもしあればまた